俺はあの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。遅いっすね。伊達さん、一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。すみません、桐生さん。ちょっと店を。いや、いいんだ。まさかさやちゃんが店にツケがあるなんて。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。バンス？ああ、ホストが店に金借りることです。自分のお客さんが払えなくなった分、回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつは。いや、ちょっと考えづらいですね。うちの店。翔太はどうしたんだ。今日は早番だったんで、もう上がり。ちょっと。何が。翔太のことです。売り上げもいいし礼儀も正しいんですが、変なことに巻き込まれて。桐生さん、翔太が言ったの。町金から借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命惜しくて自分の女に何とかしろってのが。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがねえ。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。ねえ桐生さん、私お父さんが心配。その町金の場所わかるか。ピンク通りの花形ビル、そこがあいつらの事務所なの。行くぞさや、お前も一緒に来るんだ。Yeah! Hey, yeah! Huh.
さすがや。サヤの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ。店のツケが20。俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太はさ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらサヤちゃん、しょうがないでしょ。ん？おい翔太、何やってんだ。こいつサツか。へえ、四か。丸坊じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ、お父さんさ、丸坊だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたら、サヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろう。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ翔太。なんで。薄情な親父だね、あんた。娘大事じゃないの。大事だ、大事に決まってんだろ。サヤには指本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はサヤの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあサヤはどうなってもいいんだな。ああ、あんたはサヤより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと。殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねば、さすがにお前らでも逃げ切れないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにサヤはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん。なんだてめえ。あんた初めからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。一緒にぶっ殺してやる。Hey!
400だって？冗談にしても笑いやしねえな。いえ消耗出せよ。借りができたな、キリュウ。いや、お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。 お父さん。さや、俺はダメな親父だ。10年前お母さんとお前から逃げ出した。だからお前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。サエが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目に遭ったら、俺は守ってやる。守ってやるから。分かった、分かったから泣かないでよ。キリュウ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。